さん、こんにちは。白須田の白石です。いやいや、いやいや、よろしくお願いします。本日はですね、えー、バックナンバーさんの花束、花束を解説していきたいと思います。イエーイ難易度 a ランク。 こっちこっちこっちなんか本当にさ、私本当に左右にさ、脳みそが割れてるのみんなと一緒にって感じぐらいに、なんかね、すぐね忘れちゃうんですけど、多分こっちです。花束 !A ランクイェイエイェイイイあのね、まあちょっと高いんすけど、ちょっと高いんすけど、バックナンバーの曲の中ではもっとやばい曲いっぱいあるので、その中では歌いやすい方です。最後の最後ね、転調して高くなるので、もう本当にやめてくださいって思うんですけど、まあね、そういういい曲だからしょうがないよね。なんかさ、いい歌詞じゃん。なんか本当私ごとで恐縮なんですけど、なんかさ、割とその付き合いのスパンがさ、短いタイプなんですよ、私ほんとクソなんですけど、<laughs> <laughs> ここ3回ぐらいさ、付き合いたてにさ、この曲を聴くわけ。みんなわかるでしょ、この気持ちわかってくれるさ、ガールズいると思うの。付き合ってさ、なんか、まださ、最初1週間ぐらいでさ、多分で、なんか、どうもこれから2人でやっていけると思うって言って、うん、どうかな、でも、とりあえずは一緒にいたいと思うよとかってさ、言ってくるやつもさ、私もそういう気持ちになる時もあるしさ、もうさ、質問も愚問だしさ、答えもクソだしさ、こいつきっとさ、また浮気すんじゃん、きっと。あははどもーんっていうさ、 そういう気持ちの歌なんだけど、付き合いたて1週間にピンポイントでこの曲を聴くと、マジでさ、なんか、エモい、エモい、バイブス、パトス、パトス感じちゃうみたいな感じになるから、うーん、なんかいい曲だよねってやっぱり思うわけ。なんかさ、うん、このさ、歌詞についてさ、語りながらビー、ビール飲みながら、ほんと3時間ぐらい話したいところなんですけど、そうするとね、誰も見てくれなくなっちゃうので、もうここら辺で切り上げて、行ってみたいと思いますイエイ なんかさ、もうエメロから本当に歌いながら泣きそうになるなんかこんな切ない、切ないというかなんかしょうもないというかでもさ、最初ってそんな感じじゃん。未来への期待と不安で本当に胸がアンパンマンって感じなので、では行ってみたいと思います。どうも、これから、 二人でやっていけると思う。どうかなでもとりあえずは一緒にいたいと思ってるけど。っていう感じの曲です。えっ、ー、とね、まず最初、どう 思う、どう思うじゃなくて、どう思うね。どう思う。思う。M が入ります。どう思う。これ、からから息をね、たっぷり混ぜてあげてください。たっぷり、はぁ、ため息ついて。みんなため息ついて、せーの。はぁ、はい、逃げるよ。幸せ逃げるから全部戻して。ゲロとため息は吐いちゃダメ。気をつけて。なんで、今回はでもいいよ。しょうがないから。これ、から,らはい、ここ、えっ、ー、と、ウィスパー、ウィスパーゲローボイスを出してください。 二人であって。ここもね、ウィスパーボイスです。ちょっと音程難しいの。二人であって、3 <noise> 三、三音辿るのね、手の中で。むずいね、頑張って。いけると思う。 思う、アクセントね。で、アクセントさ、この曲、アクセント一応つけてあるんですけど、強く読むというよりは、なんかね、そこにね、ちょっと気持ちを込めるぐらい。いけると思う。で、そのちょっと気持ちを強く込めるために、その前にスラッシュを置いとくわけよ。スラッシュ。これね、効果音ね、気に入ったの。スラッシュ、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 スラッシュ。これね、編集大変になるから嫌なんだよね。はい。で、いけると思う。思うの前、ちょっとね、間を開けてあげます。これがスラッシュマークです。思う、う、う。ちょっとだけしゃくります。下から音程取るよ。 思う、下から取ります。ん、どうかなーん、かなーん、でも、かなん、かなんで、フォール、音程が落ちます。かなーん、でも、でも、ちょっと気持ち込めるよ。でも、とりあえずは、はい、ウィスパーゲのボイス来ました。一緒にいたいと思ってるけど、えっと、一緒にいたいじゃなくて、 一緒にいたいね。一緒にいたい。ちっちゃいつじゃなくてね、母音をね、代用して埋めてるの。一緒にいたいと。で、その後は、痛い,いと思うじゃなくて、一緒にいたいと思う。一緒にいたいと思う。で、ちょっとしたったら、したたらそな感じなのか何なのかわかりませんが、でもちょっと可愛いじゃん、この言い方。一緒にいたいと思うじゃなくて、一緒にいたいと思う。みたいな感じ。頑張って。え、タイトー、ハルウィスパー、ゲロボイスきました。もうゲロっていうのやめるね、これで。ほんとにごめんなさい。人様の曲でゲロボイスとかって、ほんと最低だよね。反省。え、タイトー、トフォール。 思ってるけど、思ってここもね、ちょっと気持ち込めてあげてください。はい二週目そうだね。だけどさ、最後は私が振られると思うな。ごめんなさい。どうかな。でも、とりあえずは、一緒にいてみようよ。 ねえ、とりあえず一緒にいてみようよって始まるよね、何事も。ま、一周目と同様、アクセント気をつけてみてください。で、最後は私が、しが、しが、しが。ここちょっと音程の動き複雑ですのでお気をつけください。で、あのさ、二周目はさ、ウィスパーボイスマークつけてないので、これさ、なんでかっていうと上にさ、ハモリがあるから。 ハモリがあるからさ、ウィスパーボイスかどうかさ、ちょっとさ、聞きづらくて、つけてないんですけど、あのー、まあ、ちょっと、ここを優しく読みたいなっていうところがあれば、ぜひね、自分でつけてみてください。ここを優しく読もうみたいな、ここでウィスパーボイスを使ってみようっていうような、ね、皆さんの試行錯誤は大歓迎です。で、ちょっと注意点があって、カラオケでこれ歌うときに、 上にさ、ハモリが来るわけ。上にハモリが来るとさ、釣られちゃう人いない釣られちゃう人いると思うのよ。なんか私もさ、本当に上にハモってくんじゃねえってさ、いつも思うタイプの人なんですけど、釣られちゃう人はね、ウィスパーボイス入れない方がいいよ。ウィスパーボイス入れるとね、自分の音程わけわかんなくなるから、あの、なるべくね、しっかりと入れた方がいい。ここは。そうだね、だけどさ、最後は私が、って。上にね、釣られないように、自分のね、声をね、ちょっと大きめに出した方が安全です。次行くよ、B メロ。出たよ、もうね、この歌詞が本当にね、切ない。 っていうかもうこれ言う必要あるみたいな。浮気しても言わないでよね。知らなければ悲しくはならないでしょって。もう、そんなの分かってんだからさ、こんな言わなくてもいいじゃんって思うんだけどさ、言っちゃうよね。言っちゃうその気持ち分かる。私も言う。浮気しても言わないでよね。知らなければ悲しくはならないでしょ。信用ないな、僕は僕なりに。 マスクに君と向かい合いたいと思ってるよ。ちゃんちゃんちゃん。上の二行ってさ、多分さ、女性目線じゃん。なんかその分かんないカップル、だんだんカップルかもしれないし、何でも分かんないんですけど、ジェンダーって感じなんだけど、えっとまあ、僕って言ってるからまあさ、一般的に見たらさ、女性目線でさ、歌ってるとするじゃん。だから、上二行はさ、女性のセリフなわけ。だからちょっとさ、声色をさ、軽くしてあげてるわけよ。多分。 多分ね、多分そんな工夫があるんじゃないかなと思うの。浮気しても言わないでよねってさ、宝塚じゃなくて、なんかちょっと女性の気持ちが入るわけ。こう、おねえよ。おねえの気持ち出してみんなの心の中にある。咲かせて、おねえの花。浮気しても、て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 、音程がね、あの、フォールとね、まあ近いんですけど、ドロップっていうこれ書いてあるのは、 プンプンって音程が落ちます。浮気してもしても言わないでよね。で、切るとこちょっと複雑なんですけど、ちょっとなんか女の子な感じでいこう。浮気しても言わないでよね。言わないでよねね。知らなければ。 悲しくはならならいで、しょう信用でここから男パートに戻ります。信用ないない僕はでもさ、この男の子もさ、結構可愛いよね。バックナンバーのがさ、描くさ、男の子とかってさ、結構さ、キュートな感じだと思うの。なんで、僕じゃなくて、僕、僕僕、僕、ちょっとしゃくり入ります。信用ないな、僕は僕なりに、まっすぐ、まっすぐじゃなくて、まっすぐね。まっすぐに、まっすぐに、君と向かい合い たいいと思ってるよちちちゃゃゃんちゃんんきます僕は何回だって何十回ここね珍しくちっちゃい作るよ何十回じゃなくて何十回だってだって君と抱き合って手を繋いでキスをして 思い出すたびににやけてしまうような思い出を君と作るのさ、そりゃ喧嘩もするだろうけど。<laughs> 切な。えっとですね。アクセントの箇所は強く読むというよりはリズムに合わせて気持ちを込める場,場所。僕は何回だってじゃなくて僕は何回だって何十回だってって感じね。 君と抱き合って。ここもさ、ちっちゃいやつなの。なんかさ、ちっちゃいやつの方がさ、気持ちがこもるよね。だからさ、サビやさ、ちっちゃいやつ使ってくるんやなって思いました。やって、手をつないで。ここ3連発くるよ。ここはね、強く読んでもいい。君と抱き合って、手をつないで、キスをして OK。OK? 思い出すたびになんで、ここはフォール入ります頭かいちゃった。ポリポリポリ。 思い出すとビニに開にけてしまうような思い出をここちょっと高いので頑張りましょう君とつくるのさそりゃここにアクセントを置くために一個スラッシュできますスラッシュ喧嘩もけ喧嘩もするだろうけど わかったわかった喧嘩のかウィスパーなんとかボイスね。ウィスパーなんとかボイス。こんなサビにさ、こんだけさ、わわわーって強く歌った後にさ、急にひょって、喧嘩喧嘩っていう感じで入るわけよ。すごいよね。表現力ってこういう感じ。それなら何回だって、何十回だって、謝る志願者の言葉もきっと忘れないから。 ごめん、ごめん、ありがとう、ごめん、くらいの、バランスになる、危険性は少し高めだけど、高めだけど、許してよ。OK?OK okay? Okay じゃないね。説明します。えっ、ー、と、まず、アクセントの一番なんとなく今強調して歌ってみました。裏声出てきます。謝るしか、んしゃの、言葉も、んしゃ、ここ裏声ね。 えっと、その前のさ、RR ついてんじゃん。来ました、巻き舌。みんな大好き、ま、巻き舌。こんにちは、りんご姉さんって感じの巻き舌です。ルルルルル,ルオッケールーってやるんだよ。謝るし、謝るし、ルルル,ルちょっとね、りんご姉さんほんとやったらやりすぎなんですけど、軽くね、軽く巻き舌。謝るし、ルシ、ルシ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 でご、ごめん、ごめん、ありがとう、ごめん、暗いの。 ここ村越ね。なんかさ、でもさ、ごめんごめん、ありがとうごめんくらいのバランスでさ、続くわけないじゃん。ちゃんとさ、ありがとうありがとうありがとうごめんぐらいにしなよって、すごく思うんだけど、でもさ、このぐらいさ、まずはさ、弱気だよね、付き合い立てってわかるの <laughs> はい、次。次,次なる危険性は、すこーし、すこーし、下からずります。すこーし、で、最後落とします。高めだ、高めね。だけど、許してよー。<laughs> 息吐いて終わります。 はい。というわけでね、皆様、えー、花束いかがだったでしょうか歌えるようになりそうですかなんかこの花束はもうなんかさ、言いたい放題言ったから、もう大体そんなね、まとめることはないんです。付き合いたてのね、気持ちをね、大切にしたらいいと思うって、俺に言われたくはないと思うけど、どうやったら大切にできるんだろうね。教えて欲しい長く続いてるカップル様、お幸せにって私は、私もお幸せになりたい。f o r e バーラ Love、プリンセスになりたかった将来にね、プリンセスだからやっぱり、本当私もシンデレラになりたい。なんかね、シンデレラってさ、すごいさ、自力、自力が強いのを、自力が強いっていうさ説をさ、唱えてるんだけど、これは今度また動画にするね、いらないかな じゃあまた皆さんさよならさよならシンデレラ。